数字好莱坞大学于2005年4月在日本流行文化中心地东京的秋叶原建校。电影、动漫、游戏、音乐、网站、手机网站等，在我们的周围充满了这些娱乐作品、商品和服务。为了培育能够创造这些作品、商品并向世界发送该信息的人才，数字好莱坞大学设立了在八王子的影视制作基地。在这里又可以进行室内外的摄影和长期的 CG 与 Web 制作的空间，还设置了最新的 Motion Capture 动作捕捉系统等设施，让学生能有效地利用去完成各种各样的课题。数字好莱坞大学的特长在于可以从影视、CG、Web、动漫、平面设计、IT 编程、内容商业的七大领域中学习到切合专业领域的实际技能。特别是教员阵容更是支撑业界第一线的专业人士，因此能得到高超的 IT 技能及关于数字内容的最新指导。电脑的实际操作练习课程是通过 CG、 影视、 Web 制作从基础操作开始学习，根据学生各自的水平进行个性化指导，最终能使每个学生真正的掌握在实际现场也能通用的高超表现技术。在电影、电视、录像等的内容作品制作中，印象表现和导演手法等也与实际制作现场一样，利用最尖端的专业器材进行实际操作练习，构思与素描、色彩、设计理论等的模拟表现，也以各领域共通的创意性为原点，能从基础技巧开始循序渐进的扎扎实实的学习，并让初学者也能轻松愉快的学习。同时除了一般文化科目以外，还能学习卡通人物内容市场、项目管理、客户经营管理等在娱乐领域的商务活动展开。数字好莱坞大学还致力于英语能力的培养，为了培养把日本文化作为新兴产业推向全球的人才，本校拥有多名外教指导能在商务活动中通用的英语。私の授業はデザイン概論とか創造論、あるいは色彩論といういわば仕事上における本当にデザインエレメント、あるいはクリエイティブなエレメントとしてはベースを構築するような形のものを授業で担当しております。我々の仕事というのはクリエイティブな仕事、まあ、この IT 産業というんですか、それらの中でコンテンツというものを担当しておりますので、そこの、まあ、一線で活躍するプロという、まあ、そういった連中が事業を担当しているわけですよね、まあ、そういうようなことからすると、まあ、日夜我々は、まあ、リードをしていかなければならない仕事ということで情報を吸収するし、我々自身が先端を走らないといけないので、そのままそれを事業に持ち込むと、ということで、この学校、まあ、この大学の事業というのは常に先端を走っていると、そういうイメージがあります。私が担当している授業ではプロの現場で使っておりますマヤというソフトを使いまして、映像やゲームといったものがどういうふうに作られているのかというのを指導しております。でコンピューターが使うのね初めてだっていう学生もいるんですけれども、プロの教員とか、先輩方のねサポートがありますんで、みんな素晴らしい作品を作れるようになっていきます。そうですね、すごく面白い、もう世代を問わずみんなに喜んでもらえるようなバラエティ番組を作りたいです。自分でもちょっと絵を作るようになって、やってみることっていうのをしないと多分きっとこの勉強を受けてるだけではダメなんだなっていうのを少し感じました。で勉強してみて作ってみてっていうこの流れで、分かんないところであったり先生に見ていただいて、でやっぱりダメ出しを受けて絵としてやっぱ見れるものになっていくんだと思うので、そういった点では勉強できるっていうことはすごく夢に近づいていることだと思います。毎年今回で2回目なんですが、行われた秋葉原の
イベントで初めてロゴデザインに挑戦したんですが、それが入賞して、それからイラストレーターなど触るのが楽しくなりました。ウェブの事業でやっているフラッシュというソフトがあるんですけど、それがものすごい楽しくていろいろ作ってます。人と話すことが好きなので、いろんな人とコミュニケーションをとっていろんな素敵なものを作っていけるようなウェブデザイナーになりたいなと思ってます。近年来在所有内容商业中，娱乐产业成为不可缺少的一部分。能创造这样的娱乐产品的，具有创意力和技术能力，并具有英语交流能力的人才，相信今后一定能够活跃在这个领域的世界大舞台上，培育以全球性的试点去创造娱乐，并能向世界发送该信息的人才。数字好莱坞大学就是这样一所新型的大学。